西日本豪雨から5年となった昨日、被災地では遺族らが灯籠に慰霊の火を灯しました。昨日夕方、坂町小屋浦地区にある自然災害伝承公園では、遺族や住民が犠牲者の名前を刻んだ水害碑に手を合わせました。一帯では15人が亡くなり、今も一人の行方が分かっていません。集まった人たちはメッセージを書いた灯籠に火を灯し、犠牲者を悼みました。もうこういう土砂災害とかを二度と起こらないように、そういう思いをたくさん込めて火をつけました。並べられた灯籠はおよそ600個。住民らは浮かび上がった文字を囲み、災害の教訓を忘れないことや復興に向けた地域の絆を確かめていました。